山形市の成沢にある人気の中華料理店、中華美食屋、蔵王店さんに行ってきました。山形県内に3店舗を構える人気店で、本場の美味しさとコスパの良さから、行列必至のお店となっています。2021年には、無人販売所もオープンし、ますます勢いに乗る、中華美食屋さん。この動画では、中華美食屋、蔵王店さんについて、基本情報や、知っておくと便利な情報を紹介しています。ぜひ、参考にしてみてください。お店の外観です。店内の様子がこちら。向かって左側がテーブル席。向かって右側はテーブル席と。奥に小上がりの座敷があります。メニューはこちら。実際のページ数はもっとあるんですが、多すぎるので一部だけ。ぜひ、公式ホームページもご覧ください。美食屋さんといえば、なんといってもこのランチバイキング。こちらをご覧ください。日替わりランチ、一品料理、おすすめメニューを注文すれば誰でも食べ放題。スープ、唐揚げ、煮卵、デザートなどなど、ラインナップもかなり豊富。メインの注文料理についてくるバイキングにしてはかなり豪華なのではないでしょうか。少し詳細を紹介していきます。関東麩とキャベツ和え、自家製キムチ、手作り焼き餃子、ザーサイの四川和え、豚肉と大根炒め、若鶏の唐揚げ、揚げ餅、あんこ入り、煮卵、野菜サラダ、自家製手作り杏仁豆腐、ご飯、スープ、注文が来るまでのつなぎとして大活躍です。が、正直メイン料理くらい美味しいです。ちなみに注文する料理の方は結構ボリュームがあります。
取りすぎにはご注意ください。まずは我が家の定番となっているこちら、ぶつぶつと煮え立つ石焼き鍋と香ばしい香りがたまりません。ピリリとした辛さのコクのあるあんと熱々の豆腐がもう絶妙でした。注文必須です。続いて、子供たちのリクエストで醤油ラーメン。お肉も野菜もたっぷりです。早速、スープを。やっぱりこれも美味しい。あっさりですが、しっかりとした味です。麺は中太の縮れ麺。スープとの相性も良く、普通にラーメン屋さんとしてもやっていけるんじゃないかというクオリティです。こちらも我が家の定番メニュー。一般的な餃子と違い、棒状のお肉を皮で巻いてあるのが特徴的。以前注文した後に気づいたことがあったんです。バイキングのメニューに餃子が並んでいることに。やらかしたと少し後悔したんですが、そこはさすがの美食屋さん。こちらを食べた瞬間にその後悔は吹き飛びました。パリパリともちもち部分のある皮と肉汁たっぷりの具が、味も食感も絶妙でした。ただただ美味しいです。最後は定番のチャーハン。パラパラとした仕上がりとしっかりとした味付けがたまりません。こちらも外せない一品ですね。お連れサービスもかなり充実。子供用のメニューにコップやフォークなどのカトラリー、テーブル席、座敷ともに子供用の椅子まで揃っています。我が家もよく利用していますが、特に問題なく楽しめています。駐車場の様子がこちらです。お店は13号線の大通り沿いにあります。店舗は道路東側蔵王方面にあるので、上野山から山形方面に向かう場合はどこかで U ターンが必要となります。結構な台数が止められますが、ピーク中は満車になることもあるそうです。13号線沿いということもあり、トラックなどの大型車用のスペースもありました。住所はこちらです。郵便番号 990-2334、山形市蔵王成沢 772-1。 営業時間は、ランチタイムは11時から15時、ディナータイムは17時から23時までです。公式ホームページがあります。